J. ゲード・ジュール・ゲードは、フランスの社会主義者、政治活動家。パリの三類島に生まれる。内務省の事務員として働くが、1870年に勃発した、不屈戦争の時には、モンペリエで、レ・ドロワ・レ・ル・オーム氏を編集し、1871年には、パリコミューンを支持したため刑事訴追され、ジュネーブへ亡命する。そこで、 フランスの情勢について、カール・マルクスの書いた記事を読み、感銘を受ける。1876年に帰国して、週刊誌、エガリテエガリテを、創刊、編集した。その他に、レクリー・ジュ・ププラ、デ・ソーシャリステなどの雑誌も発行。1878年には、フランスのマルクス派の代表として第一、インターナショナルに参加し、6ヶ月投獄されている。 ポール・ラ・ファルグとその義父マルクスと密接に連携し、衆参主義を標榜する、労働党の綱領を、執筆、1880年のルアーブル大会で、承認を得て、正式に決闘した。しかし、翌年のランス会議では選挙の失敗を受けてゲイドラの、提出した、非だ教的な綱領は、ブノア・アマロンやポール・ブルスなどの、ポッシビリストによって挑戦されている。 サンテティエンヌ会議で双方の立場の違いが明らかになり、ブルジョア政府への協力を拒否するゲードは改良主義に対抗するグループを形成、ポッシビリスト派やブランキストなどと論争を展開した。ゲードの主義は北部とパドカレーの工業地帯で地盤を得た。1893年には、リール市から会員に選出され1921年まで、 活動しキリスト教社会主義や旧神派をしのぐ、勢力を保つ。1899年、保守派のルソー内閣に、社会主義者ミルランが入閣すると、ゲードはこれを批判。1901年には、入閣反対で立場を同じくする、ブランキスト系のエドアール・バイアン率いる、革命的社会党と、合同しフランス国社会党を結成した。さらに1904年、 第2インターナショナルのアムステルダム大会でゲードは社会主義者の入閣を弁護するジャン・ジョレスを批判しミルランが内閣に入ることでフランスの社会主義者は政府の軍事予算や帝国主義の全機構を是認することになってしまったと論じ各派の賛同を得たこの結果大会が社会主義者の入閣を否定する声明を採択したためゲードは ジョレスら恩恵派と合同し1905年のフランス社会党の創立に参加した。1914年に第一次世界大戦が始まり、ジョレスが暗殺されたその日に、フランス社会党は軍事交際に投票し、ゲイドはジャコバン時代などを例に出し、愛国主義が高まる時期に革命は起こすべきでないという結論を出す。そこで、対ドイツ戦争を支持し、 戦時政府に入閣し、無人所将として1916年まで務めた。1917年から起こったロシア革命政府の推移を見守りつつ、3万デで死去した。ゲイド派は共産党が分裂した後の社会党内で最差派を形成した。ありがとうございます。